渡辺ジムが主催するトリプルタイトルマッチ、河野光栄選手と田口良一選手の試合も決まりましたね。今回興味深いのがですね、去年の10月に亀田光希選手相手に防衛戦をしてダウンを奪った末に判定防衛した河野選手、そしてその亀田光希選手が約10年前の2006年に2度対戦して初戦は勝ってたんじゃないかね、疑惑の判定だね、大騒ぎになってね、一躍時の人になったファン・ランダエタ、このランダエタと田口選手が対戦することになったんですね。田口選手がデビューした2週間後にね、亀田選手とランダエタの対戦が行われたということで、田口選手も今回の対戦びっくりしているんですけど、このランダエタ現在37歳ですね、一度2010年に引退してるんですけども、2014年にカムバックして、去年富山城と契約して世界ランクを奪っている今回の挑戦なんですけども、なんと9年4ヶ月ぶりの世界戦のリングになります。さすがにね、体力落ちてると思うんですけども、その分老化さを増してるんでね、注意が必要でございます。このランダエタ KO 負けは愚か、ね、一度もダウン経験がないということで、田口選手ダウンを奪っての圧勝に期待したいと思います。4月27日大田区総合体育館ゴング、そして当日テレビ東京でオンエアです。 WBA 世界ライト階級チャンピオン田口浩一です。タフな相手ですけど、倒して勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。